皆さんチーズ、無名です。今日もね、楽しく白ドラ実況やっていきたいと思います。いつも無名白ドラっていう名前でやってるんで、それするとやっぱり裏固定とかバレちゃうんで、いつも女神とバトルバルーンを固定してるんですよ。ソロリーグやるときはね。まあそれだと無名って名前でやってると、やっぱりお相手さんが、あ、無名さんだとかって、なんかビーナスとかバトルバルーン持ってるから、なんか対策持ってこうってなっちゃうんで、やっぱりちょっとそういうの嫌なので、ちょっと負けてる試合ばっかり映すことにもなっちゃう可能性もあるんで、やっぱりね、ちょっと勝っていきたいので、ちょっとね、名前は変えていきますね。あれ、全然これてくんしねえな。まあそういうんなわけでね、ゼルダの関節って名前にしてます。なんかね、いい名前を思いつかまなくて、なんかゼルダの伝説の本読んでたから、さっきね。だからね、ちょっと、あ、いいな、ゼルダの関節にしようと思って。さあ、お相手さん、ゼウス。でも2連勝してるから結構強いんだな。おー、いい手札かな？まあ、いい手札かな。さあ、やっていこう。29レベルやん。29レベルじゃない。なんか29レベル以下の方ですね。なのに強いって結構頑張ってんだな。でも裏固定からわかんねえな。ゼウスリーダー。ゼウスリーダーってことはね、ビーナス当ててもいいんですけども、裏固定がわかんないんで、ちょっと、見ていきますね。大砲！取らしてくれ、そこは。お、ナイスナイスです。取らしてくれる。おお、ここは結構取らしてくれるのは大きいな。しかしだ。大砲を使います。いやー、まあ、アーチャーはね、しょうがないね。どうしようかな。ほい。ほい。よいしょお互いこれは、見合ってますね。さあ。どうしようかな。泥試合になりそうだ。どうしようかな。よし。おやじさん、もうこれ、もう厳しいんじゃないか？どうだろう。結構コストないんじゃないかな、これ。惜しいよ。取りたいぞ、そこ。取れたら大きい。取れる！オーケー！いいね。さあ、ワンパン入れたい。オーケー、ワンパン！オーケー、オーケー、オーケー、いいよ。よーし、よかった、よかった。お相手さん、やっぱりね、なんだろう。ちょっと、噛んでよくわかんなかった。まあ、お相手さんなんかね、コストなかったと思うんで、結構お相手さん使ってて、アシュラとかね。お相手さん、ありがとうございました。いやー、よかった。もうなんか、ゴリ押し作戦はね、ちょっとね、実況者としてあんまりね、使いたくない技なんですけども、まあ、しょうがないですね。タートルキャノン、ちょっとゴリ押ししないと突破できないんで。さあ、2戦目。ラビットですね。いや、白ウサギだったら強いな、絶対。白ウサギはな、どうしよう。アシュラ持っていきたいな。あ、てか、確か今日グルチャリーグだからな。ちょっとね、グループ作ってやるのもいいんじゃないですかね。うわー、微妙か？あ、でもこれでいきます。ちょっとこれでやってみます。おやつさん56号。うわー、強そうだな。
まだ俺30レベルになりたてなんで、ちょっとそんなに強くないんで、お手柔らかにしてもらいたい。いやー、やっぱり白ウサギだ。どうすかなー。さらにタートルキャノンとか持ってたら絶対嫌だな。わー、やっぱり撃ってくる。しょうがないですね。え、待て待て待て。めんどくさいめんどくさい。大砲撃つな。よし。よーし、しょうがない。そこはもうしょうがない。わー、ウサギじゃなくてなんだ？危ない危ない。わー、めんどくせえな。もうちょっと壁がないんで、こいつ出しますわ。オッケーオッケーオッケー。お、大砲撃ってくる。あ、間違えた間違えた、間違えた、あ、間違えた。ここでゼウス。お、大砲結構使ってくれるね。あ、でもイカも育ってるわけじゃないな。さあ、ブチ切れてきたけども、止めたい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 。ひどいひどいひどい、攻撃つ。よし、倒す。けども、けども、え、なんで？剣士出したやん。剣士出したやん。止めらんない、白ウサギ。強い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 。止めらんない。なんで？今出したやん。くそー。怒られる。ひどいな。お相手さん、ありがとうございました。なんで今、剣士出したやん。なんか、なんでこんなさ、ずれたりするんだろう、途中で。次行きまーす。さ、やっていきましょう。あ、腰痛い、腰痛い、腰痛い。うわ、ヴィーナス。やべえ、なんか腰痛えな。整骨院行けばよかったかな。まあいいや。よし、いい手札来た。結構いいですね、この手札は。欲張って三つ目取りに行きたいな。どうだろう。騎馬兵持ってなければ取りに行きたいな。え？下げピーかこれ。あ、なんだ。まだいるやん。取りたいぞ。取れる。よーいしょー、大きいぞ、これは。これは大きい。ここ取れたのは大きいぞ。よし、いいぞ。魅了したアシュラ、どんどん遊んでくれ。遊んでくれっていうか、なんか仕事してくれ。オッケー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 。いいよ。いいよ、そこも仲間割れしよう。やばい。ちょっとスライム近すぎたの出す場所。よーし。よーし。あららら？オッケーオッケー。よし、いいよ。やばい、取られる。オッケー。いやー、避けてくれ、そこの柱。やばい！やばいぞ。やばいが。やばいけども、もう無視ですね。しょうがない。よーし、お、取れる。取れる。取れていく。オッケー、攻めよう攻めよう攻めよう。ゴー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 。よーし。よーし、サイクロプスはもう無視ですね。
しゃー、ホワイトさんありがとうございました。やったー、完全勝利じゃ。強ピー来い。あ、まんま増えねえな。あんま増えねえな。さあ、次行きまーす。いや、三つ目取れたのは大きいな。うわ、リザードマンリーダーじゃん。リザードマンリーダー、本当にさ、火力高いからさ、しかもコスト2でさ、そんな火力をさ、高いさ、やつ出せるからさ、結構強いと思うんだよな、リザードマン最終とかね。俺もそのうちコス2育てようかな。今はアシュラ育ててるけども。あ、ちょ、待て。ダメだ、手札が。うわ、微妙だな、お前。お前、微妙だな。これマジ世紀末なさ、手札が来たぞ。お相手さん、いやー、白、じゃない、黒、黒。黒白。しゃ。お相手さん、よろしくお願いします。なんだこれ顔。え、こんな顔あったっけ？なんか北島三郎みたいな顔してっけど。取れるよ。取れるー。オッケー。どうしようかな。あ、間違えた。あ、まあ、いいか。リザードマンか。強いな、やっぱり。ちょっとね、大型早めに出してもらおうかな。早い段階にちょっと大型出してもらいます。おい、お前、ちょっと。お前、何してんの。おい、負けとるやん。お前、負けとるやん。あ、倒せねえか、やっぱり。よいしょ。怒れ、お前。最近、俺のね、この、ラビット、本当になんか、カルシウム取りすぎっていうかね、なんか、全然怒ってくれないんですよね。よいしょ。おわ、デビル。あ、ビーナスか、やっぱり。やっぱりビーナス増えたな。取れるよ。頑張れ、頑張れ、お前。そこ、そこ。爆撃。いや、死なねえ。強え。わー、待て。こいつをどう倒すかだな、問題は。やばい。オッケー。前に落ちろ。オッケー。お前の軌道は前に落ちるべきだ。オッケー。いいよ。前に落ちろ。そういうことよ。やばい。ゴリ押ししてきた。やめろ、お前。嫌いだぞ、ゴリ押しマンは。やばい。強すぎる。おい。どうする、これ。おい。どうするよ、これ。ああ。待て。これ、守れる気がしないぞ。強すぎじゃね、こいつ。リザードマン最終はマジでやべえ。これ、猛攻だろ、マジ、こんな。やばい、6秒が長い。お前、6秒が長い。6秒。あと3秒。お前、頑張れ、マジ。よし。おやつさん、ありがとうございました。うわー、ヴィーナス。もう、いい調子だったのにな。くそ。お相手さん、ありがとうございました。まあ、こんな感じですね。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあね。どうも、無名です。動画見てくれてありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、よければ、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。その他、こうした方がいいというアドバイスとか、質問とか、リクエストとか、お待ちしております。はい。この、絵。この無名って書いてる隣に、なんかね、魚みたいな絵が書いてあるじゃん、これ。これね、白ドラのキャラなんだけど、マーマンって言うんだけども、これね、俺の自信作です。はい。あのね、これね、体ピンクで唇紫だけど、これ本当は逆なんだよね。うん。体が紫色で、唇がピンク色。だからね、これ間違えてさ、こういう色の配分しちゃったから、マジなんかポケモンの色違いみたいになってるけど。うん。これね、他の人に見せたらさ、え、何このキャラクターみたいな。お前が描いたオリジナルキャラクターみたいなこと言われたんだけど、いやいや違います。本当にこれは、白ドラに出てくる正真正銘のね、
正真正銘ってあっけ、商品証明だっけ、わかんねえ正真正銘のキャラクターですね。はい。いやね、これ友達がなんかゲラコビッチに見えるって言ってて、うん、そのゲラコビッチっていうのはそのマリオ&ルイージの RPG に出てくるやつかなのボスだと思うんだけど、そのゲラコビッチってやつで俺最初知らなくて検索したらさ結構似てるわけよ。それで大爆笑してやばかったあのね、喋ることがなくなってきました。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。また見てください。じゃあね。